ヘアカラー専門店って実際のところどうなのよ。はい、こんにちは。のぶやほんてんのノブです。今日はですね、ヘアカラー専門店についてお話ししようと思います。ヘアカラー専門店って何だか知らないという方ももしかしたらいるかもしれないし、私通ってますという人もいるかもしれないし、過去に行ったことがあるけど、あまりいい印象を持ってないという方もいるかもしれません。もしかするとヘアカラー専門店で働いてる方、ね、またはオーナーの方、なんていう方もいるかもしれません。そこでですね、私、ノブ、この道30余年のベテラン理容師が思うヘアカラー専門店についての考えをお伝えしようと思いますので、必ず最後までじっくりとご覧ください。では行ってみよう。はい、では早速参りましょう。ヘアカラー専門店とは何なのかという話からしましょうかね。その名の通りヘアカラーしかしませんよというサロンです。で、過去にですね、ちょっと前ね、1000円カットについてお話しているこちらの動画があります。ここでもお話ししました。1000円カットと普通の美容室何が違うのかではなくて、1000円カットはカットしかしない、カット料金が1000円の美容室であると。ね、あ、もちろん、中には理容室もありますが、同じお店なんです。同じ職業なんです。ただ料金設定が違うだけなんです。カットしかしないだけなんです。という話しましたね。今回のヘアカラー専門店もまさにそうです。ヘアカラー専門店といえど、カラーリングしかしないといえど、国家資格を持った美容師があなたの髪を染める。ただし、カラーリングしかしません。ね、どちらにしても美容室は美容室なんです。なので、まず最初にですね、ヘアカラー専門店と美容室、違うものなんだと思っている方、ここをね、まず知ってください。ただしですね、ヘアカラー専門店のならではの特徴というのは当然ありまして、ヘアカラーしかしないだけではなくて、料金がね、かなりリーズナブルに抑えられています。それと、多くのヘアカラー専門店ではですね、カラーを塗ってくれることはしますが、シャンプーはね、シャンプーマシーン、つまり、食器洗い機みたいな機械ね、機械でシャンプーをされる場合が多いです。それと、仕上げ、ドライヤーしたりね、なんだりっていうのは、お客さん自身がやる。そういったことで料金がぐぐっと抑えられているというサロンが多いです。では、このヘアカラー専門店、悪なのか、善なのか、ということなんですが、とかくですね、世の中の特にこの業界の人間であったり、勝手なイメージで物事を決めつける人というのはですね、どうもそういった料金が安いものはけしからんみたいな考えが少なからずある。こういったことをですね、私の方は知っております。先ほどの1000円カットの話もそうね、安かろう悪かろうみたいな印象を持っている人が多いです。今回のヘアカラー専門店もああいうのはあんまりよろしくないよみたいなことね、言ってる人、業界の中にもたくさんいらっしゃいますが、ここよくよく考えてみなきゃいけないなと思うんですよ。このチャンネルをご覧の視聴者さんのほとんどはですね、白髪世代、大人女子の皆さんです。そう、白髪というのはね、ちょっと伸びてくるとめちゃくちゃ気になるという性質があります。私の部はね、個人的にヘアカラー専門店はそういった人たちの救世主であると思ってるわけね。なぜかというと、ヘアカラー専門店じゃないサロンの場合よりも、ヘアカラー専門店の方が料金がリーズナブルであるということ。これに尽きるかなと思うんだけど、豆に染めたい人が、通常の料金の美容室で染めてもらう。これはね、なかなかお財布的に厳しいよね。そこで多くの人は何をするかというと、ドラッグストアやね、スーパーやね、いろんなコンビニでも売ってるし、そういったところで買ってきて自分で染めるということをやるわけだよね。これもね、過去に動画を出しています。自分で染めるとどうなんですかといったこちらの動画ね。ここでも説明してますが、大概ろくなことにならないよね。色ムラはできる、ダメージのムラはできる。結局のところ、染まってりゃ何でもいいわ、または真っ黒でもいいわという方はですね、自分で染めるのもいいんですが、そうじゃない人にとっては美容室か自分で染めるか、この2択しかないよりもその中間である、とにかく染めてくれればいいです、ね、どうせ染めてくれるんだったらプロの手でしっかりと染めてもらいたい。こういった人たちにとっては本当に救世主だなと思ってるわけね。じゃあね、そのヘアカラー専門店がろくなもんじゃないと思ってる人の言い分というのをね、ノブさんは知ってるんですが、例えばデザインカラーができない、こういった意見がありますね。デザインカラーというのは、例えばインナーカラーとかね、例えばハイライトだとかね、そういった
った全体を一色に染めるではなくて、何かしらこう部屋をおしゃれに見せるための部屋から、デザイン性のある部屋からね、こういったことができないからと言ってる人いますね。でもいいじゃないですか、それを求めてないという人もいるんですよ。とにかく根元から出てくる白髪が気になる、ね、カラーリングの色落ちが気になるという方はですね、そんなこと求めてないので、それを求めている人が行くサロン、こう考えればめちゃくちゃいいシステムだよね。それと使ってるカラー剤が粗悪なものであるみたいな言い分もあるわけ。そんなことはね、わかんないよね。ヘアカラー専門店でも高級なヘアカラー剤を使ってるところもあれば、そうじゃないヘアカラー専門店じゃない通常料金の美容室でも粗悪なものというかね、まあ安い高いになっちゃうんだけど、値段の低いヘアカラー剤を使ってるところもあります。なので必ずしもヘアカラー専門店とはこうであるというね、よろしくないものであるという決めつけというのはノブさん大嫌いなんです。じゃあね、この動画をご覧のあなた、ヘアカラー専門店確かに私の街にもあるわとかね、通りがかりで見たことあるわという方いらっしゃると思うんですが、どういった方にヘアカラー専門店がおすすめなのかというお話ししましょう。その1、まずはね、何はなくとも回数染めたい方ね、こういった方にとっては料金がリーズナブル、だいたいね2000円台のところが多いんじゃないかなと思うね。こうなるとですね、ヘアカラー専門店じゃないカットもしますよというサロンでカットとカラーするよりもかなりお財布には優しいよね。つまり豆に通えるということになるわけだ。それと根元から伸びてきた部分だけを染めたい、つまりリタッチと言われてるんですね。この根元から伸びてる部分だけ染めてくれればいいんですという方にとってはめちゃくちゃいいシステムなんじゃないかなと思うね。多くの人はですね、そんなに毎回毎回色を変えたいとか、めちゃくちゃ素敵な誰もやってないような色にしたいとかというよりは、根元の白髪がストレスになってるわけだよね。こういったニーズにはバッチリ応えてくれるはずです。そして、サロンの滞在時間が短い方がいいという方ね、こういった人にとってはカラーだけやってくれる、しかも塗ってる時間以外は美容師さんとコミュニケーションを取る必要がないね。なぜかというとシャンプーは機械、仕上げは自分なわけで、そういった美容師さんとのコミュニケーション、楽しい時間みたいなことを求めてない人にとっては最高のシステムだと思います。ということで、つらつらとヘアカラー専門店についてお話しさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。1000円カットもそうです。1000円カットといってもいろんなサロンがあります。ヘアカラー専門店もいろんなヘアカラー専門店があります。お店によってね、システムも違えば料金も若干違うということがあるでしょう。ですので今回のお話聞いてもらってね、あ、ヘアカラー専門店ってそういういい部分もあるんだなと思った方はですね、ぜひあなたの街の、最寄りのですねヘアカラー専門店をインターネットで検索する、そしてそのお店のシステムや料金をしっかりと予習してから訪れると失敗がないんじゃないかなと思います。もし今日の動画見て疑問に思うことありましたら、ぜひコメント欄の方にお寄せください。ということで、参考になれば幸いです。現場からは以上です。では今日も最後までお付き合いありがとうございました。告知させていただきます。次回のライブ配信はですね、6月に行います。日程はこちらです。ぜひ今のうちにスケジュールのチェックをよろしくお願いいたします。そしてこの信屋本店のぶというチャンネルではサブチャンネルがございます。その名も信屋音楽館です。こちらは過去のライブ配信の演奏シーンだけ切り取って、私のぶがほんのちょっとおしゃべりを添えて短い動画、毎週日曜日の夜9時にお届けしております。ここ最近はですね、先日行ったライブハウスからのライブ配信の様子をお届けしております。ぜひこちらも可愛がってやってください。 URL はコメント欄の方に載せておきます。てな感じで、なるほど、納得と感じていただけたら、ぜひチャンネル登録&高評価ボタンよろしくお願いします。では次は火曜日に会いましょう。バイバイ。じゃんけんぽい。グーでした。ではこれの、私、女に生まれてよかった。そして、俺、男に生まれてよかった。OK。ありがとう。